レッツスタート。我がフィリピン領土をかすめ取り、領海に侵入した中国は出ていけ。マニラの金融街にある中国領事館の前でフィリピンの若者を中心とした抗議集会が開催された。だが出発コールの音響は北京へ出発前のドゥテルテ大統領には奇妙に聞こえたらしい。あのバカどもは戦争でもやらかすつもりか。中国の戦闘機は14分でマニラに到達すると。そこで展開されるのは大虐殺だ。就任以来3年間に4度もドゥテルテ大統領は北京に足を運び、反対の多かった BRI 国際フォーラムにもいそいそと出席した。しかし2017年に放棄した習近平が約束した巨額投資案件はまだ一件も実行されていない。ハーグの国際司法裁判所は中国の主張する南沙諸島の領有には何ら根拠がないとする判断を下したが、北京はあれは紙くずと言ってのけたことは記憶に新しい。中国は古代よりあの領海は中国領だと無限的なセリフを吐き続けている。年初来中国艦船のフィリピン領海侵犯、異常接近は657回に及ぶが、集中、出島近海には257隻もの中国船が集中して、同島の施設拡充工事を妨害した。フィリピンが領有する出島には1000メートルの滑走路があり、米軍とともに施設の拡充工事を急いでいる。この出島の南には中国が占拠したスビ岩礁がある。中国はこの岩礁を埋め立て、3150メートルの滑走路と軍事設備、倉庫などを建設した。ヌスッと竹々しいとは、まさに中国だが、フィリピンはなぜこうも弱腰なのか。中国艦船はフィリピンが領有するロイタ島近海にも現れており、明らかに南シナ海のゲームチェンジを狙っている。キャベツ戦略という西側の命名は、中国の作戦が一枚一枚とキャベツの皮を剥がしていくように例え、その究極の狙いが南シナ海の支配にあると戦略分析家たちは見ている。ドゥテルテ大統領は中間選挙でも、与党敗北は自分への不信任投票でもあると認識し、中国に強い口調の抗議を繰り出してはいるが、所詮口先だけ。フィリピン世論調査では、中国に好意を持つと回答した国民は 20% しかいない。ドゥテルテ大統領の代わりに強硬作戦を繰り出すのはテディ・ロクシン外務大臣で、たとえ第三次世界大戦になろうとも我々は戦争を恐れないとアジ演説をしている。が、現在の軍備ではまともに戦えないことは小学生でもわかることだ。クラーク空軍基地とスビック湾から米軍が撤退して以来、その力の進行を狙ってキャベツ作戦を中国は展開してきた。今後共和国の対外債務は44億ドルのうちの20億ドルは中国が対応しているが、沖合で産出する石油利権と結びついている。アフリカ西海岸で中国投資が最大なのはアンゴラ、次はナイジェリアである。今後共和国の輸出品は石油、ガス。独立前この国はフランス領だったので、今流通する法定通貨は海外フランである。フランスが海外植民地としているニューカレドニア、タヒチなどに流通する通貨と同質のものでユーロペックである。外交界時代と列強のアフリカ植民地時代を振り返れば、このコンゴ共和国、隣のコンゴ民主共和国、そして南に位置するアンゴラはベルギー国王の私有地だった。すべて合わせると日本の5倍ほどの広大な面積を国王一人が植民地化し、人民を奴隷のように酷使して銅鉱山などを開発し富を独占した。その後アンゴラはポルトガルに、コンゴ民主共和国はベルギー領、そして冒頭のコンゴ共和国はフランス領と分けた。2017年、懸念されたように、今後共和国は借金が返せなくなって、IMF に救済を申し入れた。結論はこの6月に出るが、もし救済案がまとまると、援助国は 80% 程度の債権放棄を要求される。IMF の最終決定権は言うまでもないが、米国が持つ。慌てるのは中国。初めて対外債権が紙くずと化けるからだ。フランスも多少の債権を持つがゆえに、救済に前向きではない。これまで借金の罠と非難されてきた中国の対外援助は、スリランカでハンバント蛇行を担保に、99年の租借を成した。パキスタンでもグアダール港を43年間租借という条件を勝ち取ったが、パキスタンの IMF 救済に北京は前向きな姿勢を取らず、結局、イムラン・カーン首相はイスラム同胞のサウジアラビア、UAE 諸国から200億ドル前後の緊急資金援助をなして危機を乗り越えようとしている。パキスタンは今のところ IMF 救済を申請していない。ジンバブエ、ベネズエラの経済崩壊でも、中国は積極的救済策を講ぜず、固いとされて経済的な絆は唐突に凍結状態となった。ベネズエラの経済破綻はキューバとニカラグアを貧窮化させるというドミノ現象を生んだ。アフリカ諸国へのシルクロード構想でプロジェクトを運んできた中国も、今後では担保を設定していないらしく、中国は対外債務の代わり肩代わりを行使したが、今後の場合この手口が通用しない。さて、この今後共和国より悪質で悲惨な状況にあるのが隣の今後民主共和国である。ここは昔のザイールだ。モブツ・セコという奇妙な独裁者が35年間この国を労弾し富を独占した。つまり国庫を横領し、資金はドルに変えてスイスに預金した。西側があまりの独裁政治と腐敗ぶりにモブツを見放そう、軍事クーデター、民族間抗争が激化し、国土は荒廃した。およそ600万人のコンゴ人が虐殺されたか餓死した。西側はルワンダとウガンダの虐殺に目を向け、ついでスーダンで起きたジェノサイドを批判したが、ルワンダの反政府軍武力勢力がコンゴ民主共和国に侵入し、東部住民を虐殺していた事実に目をつぶった。スーダンのジェノサイドにメディアの報道が集中し、いつしかルワンダとウガンダの虐殺事件は風化した。ルワンダの大虐殺は、狩猟民族のツツ族が農耕民族のフツ族を襲撃した民族戦争の性格が濃厚である。そしてツツ族の武力勢力が国境を越えてコンゴの山岳地帯へ武器とともに侵入し、原住民を追い立て、婦女子をレイプし、老人子供らを虐殺した。一方ルワンダの政府軍は米国などが傭兵全としてスーダンの国連軍に投入した。何故にコンゴ民主共和国でユダヤのホロコーストをしのぐ虐殺が進行していても、国際社会は無力だったのか。
米国をはじめ英国、フランスが沈黙し、国連も報告書を作成して虐殺の詳細のレポートを作成しながらも黙り込んだ。理由はコバルト争奪である。自動車エンジンの直売、高速裁断、スマホに大量に使われているコバルトは、このコンゴ民主共和国の東部山岳地で産出し、他に銅鉱山、ダイヤモンド、タングステの宝庫でもあり、西側の戦略物資の一大産地なのだ。コバルト鉱山はかつての宗主国、ベルギーの利権だったが、米国の経営に移り、しかしジェノサイドの批判を恐れた米国企業は株式の大半を中国に売った。中国はスマホ並びに宇宙航空産業の原材料確保の目的で、コンゴ資源獲得に血なまことなった。この資源獲得戦争という重大にして地政学的な理由が、コンゴにおける無政府状態をもたらし、悪化させた。アフリカ投資600億ドルを豪語し、北京にアフリカ首脳54カ国の代表を呼びつけた中国アフリカフォーラムが賑わったものの、実際に中国が投資を実行したのは88億ドルに過ぎず、しかも投資した国々では反中国暴動が頻発し、アフリカ諸国への処理法がわからない中国は珍しくまごついている。北京で開催された一帯一路国際フォーラムに、プーチン、シシ、スーチー、ナゼルバーエフらが顔を揃えた。画像を見ていると、習近平に張り付くように人工的笑顔を作っているのはシシ、ナゼルバエフらである。しかし2年前に出席したトルコのエルドアン大統領は欠席した。トルコはウイグル、カザフ、ウズベク、トルクメニスタンと同様に、トッケツあたりを源流とするトゥルク族の国家、同じくイスラム教を信奉する国民がいる。トルコ族の英雄的歌手がウイグルの強制収容所で死亡したというニュースに激怒し、エルドアンは中国共産党を人類の恥と非難した。イムラン・カンは反中国を鮮明に選挙に競り勝った。しかし、パキスタンが抱える対中債務のあまりの膨大さにウイグル族弾圧を聞いても、私はよく知らないと届けた。出席した元首クラスは、この他にサウジ皇太子、ジブチ大統領、ルカシェンコ、そしてキルギス、ウルベクスタン、トルクメニスタンの元首クラスで、いずれも共通項がある。それは専制政治、あるいは独裁政治のボスたちであること。中国のシルクロード資金を経済再生のカンフル剤として当てにしていること。そして中国のウイグル族弾圧をテロリスト対策として称賛していることである。北京の国際フォーラムを見ていて、薄ら寒くなるイスラム国家指導者たちの諸構図だった。はい、これまでご視聴どうもありがとうございます。今回3つ記事を述べてきましたけども、中でもやはりアフリカですね、このアフリカの非常に残酷な歴史というところがですね、今回記事で触れられていましたが、やはり国際社会の、パワーバランスと、であと今のですね、中国の進出というところかと思います。その辺が非常にポイントになってくるかなと思いますので、また、このアフリカの虐殺の歴史も踏まえて、またレポートも詳しくレポートさせていただこうかなと思っているところであります。今回はですね、今回のアフリカの記事で、フィリピンとあとイスラム諸国の記事ですね、いずれも中国絡みというところかと思いますが、そういった点でもう一度、聞いていただければなと思います。はい、ということで、ご視聴どうもありがとうございました。